はい、京都新聞杯ですね、芝の2200メートルの G2 ですけど、京都も天気が同じように悪いんですけど、もう火水木はもう大晴れですわ。で、金曜日が終日曇りの、あの40%で、土曜は60%まで上がって雨が夜なんですよね。なので今のところ40と60の曇り曇りなんですけど、競馬が行われる時間はね、それがまたどう変わってくるかですよね。雨量を伴わなければ、京都競馬場ね、先週の、天皇賞の日の振り返りで分かるように、八重桃でも、まあ、軽い芝っていうのがありましたから、多少の雨であれば大丈夫ですよ。軽い芝と見ていいと思いますね、今のところはね。で、誰が人気しますか？サトノグランツか。おお、これそうですね、2400にきょの伸び距離が伸びた前走、まあ、サボーナがね、青葉賞でちょっとダメやったっていうのは嫌ですけども、まあまあ、その2400に距離を伸びてパッて勝ったのはいいですし、あとまあ負けはしてますけど、3走前の未勝利戦で東京、この軽い芝を、経験して、負けはしましたけど、上がり33秒7を使ってるっていうのもいいですよね。軽い芝、一応何も経験のない馬よりもこうやって負けてますけど、未勝利で経験してる、33秒台を使って経験してるっていうのはいいですから、これはね、十分チャンスあると思いますね。あとまあ、道中の位置取り、前で安定したところで流れ乗れるっていう、その安定性もいいですよね。これでもね、メンバーレベルちょっと事実の割には低いいでや、すだわ。いぶだと思います。はい、かなり。それは何かって言ったら、ダノントルネードが人気してる時点で、これダノントルネードはおそらくここじゃなくて、プリンシパル出ます。なので、プリンシパルの方にグリグリになってるんですよ。なので、ここには出ないと思いますね。ああ、そうなんです。なるほどな。プリンシパルの方にジョッキ決まってるんで、本当ですまあ、出なね。いと思います。まあ、ただね、そのコロマってやっぱりね、シャザーンとの、叩き合いを制した新馬戦が軽い芝でしたから、やはりこの2戦っていうのは阪神、中京ですから、まあ、東京出ようが京都出ようが、どちらも軽い芝に戻ってくるっていうのは、もう待望の軽い芝ですよね。距離はね、前走の2000の乱用からはね、2200全く問題ないと思いそまうです。すね。まあ、ただね、まあ、繰り返しになりますけど、ジョッキー決まってんのがプリンシパルやから、プリンシパル第一希望やと思いますね。やはりね、皐月賞からの巻き返しという意味では、マイネルラウエアに一番注目したいですよね。皐月賞はね、まあ、何やったっけ、2つのレース、トンザで出れませんでしたよね。ああ、そうです。弥生賞だ。毎日杯だ。弥生、弥生賞、弥毎、生賞か。弥弥生生。賞と毎日杯か。なんか、とにかく、なんか、弥生賞と毎日杯、2つね、アクシデントで使えることができずにぶっつけなって、まあちょっと、まあ、2.3秒差、14着はそれでも負けすぎには思いますけども、まあまあ、ちょっと同情の余地は十分あると。状態面、このままね、皐月賞大敗ということで、ダノンタッチダウンと一緒で、状態面気になりますけども、まあ、競馬ブックの見解は、感覚が詰まる今回はこの調整で十分だろうというコメント、見解があって、で、調教師のコメントは、この中間は順調で本来の状態に戻りつつある。ダービーに向けて賞金加算をって言ってますからね。前走叩いたことの上積みを感じた方がいいと思いますね、それやったらね。何よりこの馬の一番の魅力っていうのは、やっぱり素足の凄さそで、うですね。軽い芝が今回初めてなのかどうかですけども、距離が伸びることも、あと直線の長い外回りコースっていうのはめちゃくちゃ魅力的ですね。で、私はね、この馬はその雨がちょっとあったぐらいの方がええんちゃうかなとも思いちょまっす。とまあ、これはあくまでも推測の域、ね、出ないですけども、でも、なんやろう、その軽い芝でみんなが早い上がりを使うよりはっていうのはちょっと思いますね。これまでも負けても印逆らないですね。まあ、でもそれだけ若駒ステークスってやっぱインパクトありましたからね。あとどうですかね。マキシどうですか？マキシか。何だりってかちょっとパッと思うんですが。おお、この馬ね、まずそうですね、この2200を買ってるっていうのがいいですし、前走ね、ちょっと内容は案外でしたけど、ホービスケッツとかその後の、ね、活そう躍です考えね。ればっていうのもありますね。距離伸びるのはいいです。まあ、ただやっぱりね、その前走のフリージア賞が軽い芝っていうのがどうやったんかっていうのもちょっとありますから、そういった意味では、やはり軽い芝こなせるかどうかは今回も、課題として残りますけど、距離伸びるのいいですよね。はい、ね、ちょっとジョッキー決まってないのがちょっと不安ですけど。まあ、確かにね、ね。どういうことやろうな。ええ、あと、リビアングラスか。これももう軽い芝とは無縁の競馬ですよね。そうでまあ、すただね。まあ、その前走をね、前に行けて、この馬は私、持続力の馬だと思うんですよ。なので、前に行けたことっていうのは持続力を生かすには一番いい形ですから、ここでもこのメンバーでも前行けるんちゃう？これ多分全然これ成が功。短期だと思いますけどああ、ね。はい。その早い上がりにを相手が使わす流れじゃなくて、持続力で勝負して流れに乗るっていうのはいいと思いますね。
でそういった意味で前走やよもですから、あ、前走も前々走もやよもですから、雨は大関係です。この馬は雨降ればこの馬だいぶ浮上してくると思いますね。コメントでオメガリッチマンとロールドキャニオンは割と、オメガリッチマンは2走前のやっぱ京成杯のソウルオリエンス 0.4 秒差2着っていうのが光りますけど、ただこの馬早い上がり全く使えないタイプなんですよね。前走の毎日早、これってあれだったっけ、量って全く雨降ってなかったっけ。ああどうでしたかね、ちょっと、まあ、ただすごい上がりがかかる競馬になったんですよね。それでもあんまり来れんかったっていうのは、私は1008に距離が短縮したのがマイナスに働いてると思うんですよ。なので2200に距離が伸びることはプラスに働くと思います。問題はやっぱり春石島の京都で早い上がり要求されるのが嫌なので、持続力の流れになってほしいなっていうところですよね。ドットクルーはね、うん、3走前のアスナロ賞かな、これ、ね、すごい失望しましたもんねこれ、うん、アスナロ賞が 2000m でね、でその後1008に距離が短縮してきて、1着3着毎日杯の3着っていうのがあるから、うんうん、やっぱり私は2400に距離が伸びるっていうのは、もちろんね、そのクラシダービーを狙うっていう意味ではチャレンジす、ね、2400を狙うために距離伸ばしてくるの気持ちは分かるんですけど、やっぱり今回の2200がどうなんていうような、すごいきつく、あの強く思いますね。ローレルキャニオン、ローレルキャニオンいいですよね。これ私前走がかなり褒めましたよ ね、 そ、 うですよね。そのサッスルギがこれまでキャリアで全部でメンバー中最速の上がり使ってたんですけど、前走の新緑賞でそのサッスルギのメンバー中最速の上がりを奪ったんですよこの馬ね、はい、で、うん、その前のドットクローリー負けてるね、これあるなんやったっけな、アルベリア賞かな、アルベリア賞か、はい、の内容と全然違うから、これは距離が伸びたこと、それよりも軽い芝を味方にできたことが、ダートで買ってきてる馬からしたらちょっとびっくりしたんですけども、これいいですよね。ね、これいいと思いますけどね、ツルツルやったらね、ちょっとねスタート悪いことが多いんですけど、スタート決めることができれば一発あってもなと思いますけどもね、ちょっと思います。これもでもジョッキー決まってないな、書いたよ、ジョッキー決まってないですよ私これ。あとそうかな、ファームエンティーかな、ツエンティーかな、はい、あの2000から2400に距離が伸びて良さ出てますから、まあ間の2200ちょっとでも短くなるのは嫌ではありますけど、まあ2勝利勝つの時間かかりましたけど、前走の勝ちっぷりはなかなか良かったですね。うん、まあ外回りコースっていうのもいいと思います。まあただやっぱり全部阪神とか中京しか経験がないから、ちゃんとした軽石はどうなんていうのはありますね。相手なりっぽいですね、うん、そうですね、相手なりっぽいからちょっと怖さはありますね、うん、以上かな。そうですね、確かにコメントみたいで、うん、確かにちょっと小粒な感じはしますよねこれは、うん、アスク、はい、まああと言うならアスクドゥポルテが、まあまあリビアングラスがこんなに人気するんやったらっていうのはやっぱあって、あのメンバー中最速の流れを使ってるのは この馬なので、まあ言ったら持続力の流れにならんと瞬発力の方になるならば良さは 出てもいいかなとは思いますね。そんなとこですね。はい、はい、いやたくさんお話いただきましてありがとうございます。以上、はい、月曜日段階での京都新聞杯の中小店舗でした。